中国の宇宙開発では中華人民共和国の宇宙開発計画全般について述べる。現在の中国の宇宙計画は中国国家公典局によって進められている。中国における宇宙技術の始まりは1950年代後半の弾道ミサイルや原子爆弾の開発にまで遡ることができる。中国が本格的に有人宇宙飛行に乗り出すのは その数十年後であったが、2003年、ついに、用都市を乗せた、新州5号の打ち上げに成功する。この成功により中国は、世界で3番目に、単独で、有人宇宙飛行を成し遂げた国となった。2006年度の中国家技等経年間によると、宇宙開発予算は119.4億元。宇宙開発に関わる研究者は3.6万人である。 ワンフーと呼ばれる名の高官が宇宙を目指して47本の固体燃料、ロケットエンジンを使用した有人宇宙飛行の実験を行ったが、登場したワンフーは発射時の爆発により死亡したとされる伝説がある。アメリカ合衆国が朝鮮戦争中核使用による脅迫を行った後、毛沢東はまだ建国したての中華人民共和国の安全保障には、 核抑止力が必要不可欠であると確信した。さらに、中華民国が中国としての扱いを受けていたこともあって、毛沢東は中国が世界の大国になることを望んだ。こうして、1955年1月15日に開かれた中国共産党中央委員会の会合で、毛沢東は核兵器とそれに関連するミサイルを含めた。 中国独自の戦略兵器の開発を宣言した。中国核兵器計画はコードネーム0にとして扱われた。赤狩りによってアメリカから国外退去となった千0マナブ森を所長として1956年10月8日に国防部第5研究所が設立された。研究所は中国発の弾道ミサイルの開発をはじめ、 計画は1956年3月1日に最初の中国航空宇宙の12カ年計画として承認された。1957年10月4日にソ連による人類初の人工衛星スプートニク1号が打ち上げられた。毛沢東は1958年5月17日の共産党国民会議の場で581計画を承認し、 建国10周年記念の1959年までに人工衛星を軌道上に打ち上げることによって他の超大国と同等の存在になるべきだと決定した。この計画はまず観測ロケットを発達させ、次に小型の人工衛星を打ち上げ、最後に大型の衛星を打ち上げるという3段階によって達成される予定だった。中国発のミサイル実験基地。 20基地の建設は1958年4月に始まり、同年10月20日には利用可能となっていた。1950年代の中蘇関係が良好な間、ソ連は中国人学生の育成や R-2 ミサイルの提供など中国への技術提供に協力的であった。中国発のミサイルは1958年10月、R-2 を リバースエンジニアリングして複製したミサイルであり、射程は 590km、重量は20.5トン、推進剤は液体酸素とアルコールからなった。なお、R-2 ももともとはソ連がドイツの部位にロケットを改良したものである。中国発の観測ロケット T-7 は1960年2月19日に南菊の射場より打ち上げられ、成功した。しかし、 ニキータ・フルシチョフのスターリン批判や対米政策などが原因で、毛沢東はソ連から徐々に距離を置き始めた。それまで友好的であった中祖関係は一転して対立状態となり、1960年の対立後にソ連の技術的援助は突如なくなった。ソ連の専門家が中国を離れたわずか17日後の1960年9月10日、 中国製推進剤が使われた R-2 ロケットが打ち上げに成功した。その2ヶ月後、中国の短距離弾道ミサイル東風1号の初の打ち上げが1960年11月5日に行われ成功した。1962年3月21日には、順中距離弾道ミサイル東風2号が初めて死者されたが失敗した。冷戦が激化していく中、 毛沢東は1963年12月に中国のミサイル防衛システム能力を開発することを決定する。1964年2月2日の会議では640指示が承認された。ミサイルの開発は続けられ、東風2号の改良型東風2号 A の発射試験が1964年6月29日に成功し、1966年には 配備が始められた。1964年7月19日、観測ロケット T-7A の打ち上げと回収に成功。生物学的実験のため8匹の白ネズミを搭載して603基地より打ち上げられた。1964年10月16日、初の中国核兵器が核爆発に成功した。同年10月27日、 核弾頭を装備した東風2号 A ミサイルが主戦より発射され20キロトンの核弾頭がロプノールの標的上空569メートルで爆発した。1966年11月賛成省に国内2カ所目となる弾道ミサイル発射実験場、河北ミサイル試験場を建設することが決定する。1966年12月26日、中国は 初の中距離弾道ミサイル東風3号の試験に成功する。1967年3月、開発中の冷級2型弾道ミサイル、搭載潜水艦に合わせて、潜水艦発射弾道ミサイル巨龍1号の開発を始める。超大国のベイソが月への人類到達で熾烈な宇宙開発競争が頂点に達しているとき、 毛沢東と、周恩来は1967年7月14日、中国が遅れを取るべきでなく、中国独自の有人宇宙計画を始めることを決定した。1968年1月に、中国発の有人宇宙船が、初行1号と名付けられた。1968年4月1日皇帝医学、皇帝研究所が設立され、中央軍事委員会は、 宇宙飛行士選定の指令を出した。また、ソ連という新たな脅威に対応して、国境から離れた最小市の山間部に新しい車上27基地を建設することが決定した。当時はこの車上から有人ロケットを発射する予定だった。1968年8月。 初の衛星打ち上げロケット、風棒1号の開発が、上海第二機械電機産業局で始まる。ロケットの2段目は、東風5号を利用した。数ヶ月後、これと並行する形で、東風5号をベースにした衛星打ち上げロケット調整2号の開発が、北京の第一宇宙学会で始まる。東風4号は、調整1号の1段目と2段目に使用され、3段用は、 固体ロケットモーターを新たに開発した。1969年11月16日に行った、初発射は失敗してしまう。1970年2月11日、日本初の人工衛星をお墨が打ち上げられ、日本に先を越されてしまう。約2ヶ月後の4月24日、朝鮮1号による、中国初の人工衛星東方紅れ1号の打ち上げに成功する。これは、 ソ連、アメリカ、フランス、日本によって最初に打ち上げられたどの衛星よりも重い衛星であった。調整1号の3段目には特別に遠心力によって展開される40平方メートルの太陽反射板が取り付けられており、これによって通常肉眼では見えにくい衛星が東方クレナい1号に限っては2から3等級となって見やすくなっている。 1971年3月3日、最後の調整1号を使用して、中国2つ目の人工衛星、磁気センサと宇宙船、X 線検知器を搭載した実戦1号を打ち上げた。核兵器開発と人工衛星の打ち上げに成功し、自信をつけた中国は、714計画として知られる初行1号によって1973年までに2名の、 宇宙飛行士を目標とした有人宇宙計画を1971年4月に正式に承認した。最初の宇宙飛行士の選考は1971年3月15日にすでに終了しており、19名が選ばれていた。しかしこの有人計画は政治的混乱によりすぐに中止となった。百七十二年八月十日、新しい衛星打ち上げロケット風。 1> 某一号が打ち上げされるが、部分的成功に終わる。ふう某一号は、調整二号に似ていたが、政治的な事情が原因で、同時開発されていた。ふう某一号の業績は、調整二号と比べるとあまりにも乏しく、失敗作と言える。もともと初行一号を打ち上げる予定で設計されていた、調整二号 A が1974年11月5日に、初試験され、 中国発の回収式衛星 FSW-0 から例が打ち上げられた。しかしこれは失敗する。調整2号 A の改良型調整2号 C が1975年11月26日、回収式衛星 FSW-0 から1の打ち上げに成功する。1976年9月9日の毛沢東の死後、東昇平はすべての職務を剥奪されていたが、 1977年徐々に中国の新しい指導者として復活する。1979年初の遠望型衛星追跡艦が任命される。調整ロケットシリーズのさらなる発展が進められ、商業衛星打ち上げも活発化し、海外の衛星も打ち上げるようになる。次の有人飛行計画は1986年3月に863から、 に宇宙航空計画として提案される。2年後いくつかのスペースプレーン案は却下され、代わりにシンプルな宇宙カプセル案が採用された。このプロジェクトは目標を達成することはなかったが、最終的に1992年の921計画へとつながっていく。1988年7月5日、航空港転校業部が設立される。 1993年6月、中国国家公典局と中国公典工天業公師が設立される。1995年1月26日に最小衛星発射センターより打ち上げられた調整に e 型は打ち上げ直後に爆発。少なくとも20人の村民が死亡している。1996年2月15日最小衛星。 発射センター調整3号 B の初打ち上げ中に、ロケットが突然深度から大きく外れ、打ち上げから22秒後に衝突した。発射台から1000メートル離れた協調大路の隣に突っ込み、公式発表によれば80の民家が破壊され、少なくとも技術者6人が死亡した。この事件以降中国の調整ロケットは長く成功し続けていたが、 2011年8月18日に実戦11号04星を乗せた調整2号 C の打ち上げに失敗する。中国が打ち上げたすべての調整ロケットの記録については調整ロケットの一覧を参照。1999年10月14日にはブラジル国立宇宙研究所と共同開発の資源探査衛星の一番機資源1号01星が打ち上げられた。 ブラジルとの協力関係は現在も続き、2003年と2007年にも資源1号の2番機、3番機が打ち上げられている。1999年11月20日、中華人民共和国建国50周年記念に中国は新州1号を打ち上げ、その21時間後に回収された。2003年10月15日、宇宙飛行士、ヨ都市を乗せた。 新州5号を打ち上げ世界で3番目に自力で有人宇宙飛行に成功した国となった。2008年9月25日に打ち上げられた新州7号では宇宙遊泳が行われた。2007年1月11日、自国の老朽化した気象衛星風雲1号 C 型を衛星攻撃兵器で破壊し、大量のスペースデブリを発生させたとして、 各国から懸念の意を伝えられた。2007年10月24日には、ジョ計画の元初の月探査機ジが1号が打ち上げられ、ガツ軌道に到達した5番目の国となった。2011年9月29日には、宇宙ステーションの比較型である天狗1号が打ち上げられる。中国は2020年までに天狗宇宙ステーションの完成を目指している。 2013年12月14日には、月探査機ジョーガ3号で、月面難着陸に成功した3番目の国となった。2014年10月24日には、ジョーガ5号の試験機、ジョーガ5号、T1 が打ち上げ成功。月の裏側を経由して地球に帰還する、自由帰還軌道に入る。2014年11月1日には、ジョーガ5号、T1 が大気圏再突入を実施。 内モンゴルへの着陸に成功。2016年10月17日には、新州11号が打ち上げ、乗組委員は、警海砲と、陳冬の二人。10月19日、天宮2号との自動ドッキングに成功した。11月18日午後、中国内モンゴル自治区内に無事帰還した。2018年12月には、月の裏側を撮影することを目的に、 ジョーガ4号が打ち上げられ、2019年1月3日に難着陸。2020年11月には、ジョーガ5号が打ち上げられ、12月6日、中国発のガツ機動場でのドッキングに成功。12月17日に機関機は地球に着陸し、合計1 7 3 1グラムのサンプルが確認され、中国発のサンプルリターンに成功した。 2020年7月23日には、火星探査機、天文1号が、海南省の文章航天ロケット発射場から調整5号により、打ち上げられ、2021年2月10日に、火星周回軌道に乗った。現在、中国は、国際連合宇宙空間平和利用委員会の一員であり、国連の宇宙関連の条約、協定にすべて署名している。当初、 中国の宇宙計画は中国人民解放軍、とりわけ第二砲兵部隊の下で計画された。しかし、1990年代になると中国は、軍需作業全体の再編成の一環として、宇宙計画も編成し直された。中国国家公典局は、中国の宇宙機関で衛星の打ち上げを担当している。調整ロケットの製造は、中国運、はじめ河川技術研究員が、 人工衛星の製造は中国港天工業講師がそれぞれ受け持っている。校舎二つの企業は国防部第五研究院から発展した国営企業である。その他の重要な研究機関として主戦、最小、大元の発射センターを管理する中国人民解放軍総装備部、遠防型衛星追跡艦を保有する中国衛星海上測器海部などがある。 中国の宇宙計画は以下の組織とも密接な関わりがある。国内の衛星追跡施設海外の衛星追跡施設及びフランス、ブラジル、スウェーデン、オーストラリアと共有する衛星追跡施設。タラワにも存在したが、キリバスが中華民国を承認したため2003年に閉鎖された。超大国のベイソが月への人類到達で熾烈な宇宙開発競争が 頂点に達しているとき、毛沢東と周恩来は1967年7月14日、中国が遅れを取るべきでなく、中国独自の有人宇宙計画を始めることを決定した。重要機密であった714計画の目的は二人の宇宙飛行士を1973年までに諸行一号によって宇宙へ運ぶことであった。 中国人民解放軍空軍所属の19人のパイロットがこの目標のため1971年3月に選ばれた。調整2号 A によって打ち上げられる予定だった。初号1号は2人登場可能な設計だった。文化大革命時であることもあって、この計画は1972年5月に経済的理由で公式に中止された。この次の 短命に終わった第二友人計画は回収式衛星によって培われた技術に基づいていた。1978年には写真を含めた詳細な情報を何度か公開したが、1980年に突如中止となる。この第二友人計画はプロパガンダのために作り出されたものであり、決して結果を生み出すつもりはなかったのではないかという議論がある。 一方その頃欧米では多くの風、某一号と調整二号による成功と回収式衛星の4度の成功の後、中国は1978年12月に最初の有人宇宙船を打ち上げたが、失敗し宇中飛行士を失ったため計画は終了したのではないかという噂があった。新しい有人宇宙計画が1986年3月に中国科学院により、 863からに宇宙航空計画として提案された。これは宇宙ステーションと宇宙飛行士を宇宙ステーションに運ぶ有人宇宙機から構成される。同年の9月には訓練中の宇宙飛行士が中国メディアによって紹介された。提案された有人宇宙船の多くはスペースプレーン型であった。863計画は 最終的に1992年の921計画へと発展した。新州5号の再突入モジュール宇宙カプセル1992年、有人宇宙機を打ち上げる921計画の第一段階のための承認と資金支出が行われた。新州計画は4機の無人試験飛行と2機の有人計画からなる。 最初の新州1号は1999年11月20日、新州2号は2001年1月9日にそれぞれ試験動物を乗せて打ち上げられた。2001年には新州3号と新州4号がダミー人形を乗せて打ち上げられた。これらの成功の後、2003年10月15日、洋都市を乗せた新州5号が打ち上げられ、軌道上に21時間滞在した。 この成功により中国は独自の有人宇宙飛行を世界で3番目に達成した国となった。その2年後の新州6号によって921計画の第一段階は終了する。この6機は全て主戦衛星発射センターから調整2号 F によって打ち上げられた。宇宙実験室921計画の第二段階は中国初の宇宙遊泳計画。 新州7号によって始まる。そして初の中国宇宙実験室の有人計画が実行に移される。中国は当初、新州宇宙船をロシアからのドッキング技術をもとに設計していたので、国際宇宙ステーションとの互換性がある。無人宇宙実験モジュール新州8号、有人の新州9号、新州10号はいずれも小型宇宙ステーション天宮1号との ドッキングに成功した。新州11号は2016年10月17日に打ち上げられ地球周回軌道に乗った。10月19日に同年9月15日に打ち上げられた宇宙実験室天宮2号とドッキングした。飛行士は天宮2号を利用して実験を行った。同年11月18日午後2時頃に内モンゴル自治クに帰還し、 新州10号の15日間を超える33日間の宇宙滞在となった。中国は新州11号で有人宇宙飛行の実験段階は終了したとしている。大型宇宙ステーション大型宇宙ステーションが921計画の第3段階であり、最後の段階でもある。創出量は100トン以下で、 船員の居住区である20トンを超える中核モジュールを備える。これには新州貨物船と友人の新州2機の実験モジュールが含まれる。実績2004年2月、中国は公式に月探査計画の実施段階に入る。中国国家公典局の局長村来園によると、中国の月探査計画には月周回、南着陸、 サンプルリターンの3段階存在するという。それによると、第1段階には14億元が支出される予定で、2007年までに月周回軌道に探査機を送り込む。第2段階は2010年までに着陸機を送り込み、第3段階は2020年までに月の土壌サンプルを地球に持ち帰る予定とされた。2005年11月27日。 有人宇宙飛行計画の代理責任者が2020年までに中国は宇宙ステーションと月有人探査を完遂する計画であると公表した。それに先立ち2012年までに宇宙遊泳とドッキングを完璧に果たす予定とされていた。宇宙遊泳は2008年の新州7号で、ドッキングは2012年の新州9号でそれぞれ実現し予定通りに遂行させた。 2006年の会議では、調整2号、調整4号 A のロケットエンジンを開発した、工学者、長期打は新しい月へのロケットの開発について、議論した。中国国家公天局と、中国国防科学技術工業委員会は2007年4月1日、第3回中英宇宙科学技術、共同研究討論会の中で、中国発となる、無人月面車のプロトタイプを公開した。 2007年10月24日、調整3号 A により、上下1号を打ち上げ、11月5日につき、周回軌道に投入、11月20日から月面の観測を開始した。2009年3月1日、高度を下げ、月面衝突させて、任務を終えた2010年10月1日には、上下2号が打ち上げられた。2号は、1号と、ほぼ同設計であり、 着陸は行われなかった。2013年12月に、ジョーガ3号が打ち上げられ、12月14日に、雨の海への南着陸に成功した。2014年10月24日には、ジョーガ5号の試験機、ジョーガ5号、T1 が打ち上げ成功。月の裏側を経由して地球に帰還する、自由帰還軌道に入る。2014年11月1日には、ジョーガ5号、 T1 が大気圏再突入を実施、内モンゴルへの着陸に成功。2018年12月には、月の裏側を撮影することを目的に、ジョー下4号が打ち上げられ、2019年1月3日に南着陸。2020年11月にジョー下5号が打ち上げられ、12月6日に中国発のガツキ道場でのドッキングに成功。 12月17日に機関機は地球に着陸し、合計1731グラムのサンプルが確認され、中国発のサンプルリターンに成功した。2006年7月20日、中国国家公典局局長のマゴライツバメは、中国は今後5年間に火星に向けた新宇宙探査計画を始めると語ったホタルビ1号が2009年10月に、 ロシアのほぼスグルントと共に打ち上げ予定であったが、ロシア側の打ち上げ延期の決定により、ホタルビ1号の打ち上げも2011年に延期されることとなった。ホタルビ1号は2011年11月9日にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられたが地球軌道からの離脱に失敗し、11月22日にロシア宇宙庁は事実上の計画失敗を発表した。 2010年3月10日、ジョーが1号の総設計者である、カノ土ツチカウダテは2013年に、独自の火星探査計画を実施の可能性を示唆した。2020年7月と2028年に2回、火星探査機を送り込む予定である。また、2020年に打ち上げた、探査機天文1号は2021年2月10日20時頃から、火星周回軌道投入。 5月15日午前、火星への南着陸に成功し、探査車宿遊で火星表面の気候や土壌などを調査する予定である。火星への有人探査は2040年から2060年の間に行われるとされる。さらに、火星へ向けた安全な有人航行にも、利用可能な宇宙天気予報システムの完成を2012年までに、小チチ衛星をラグラン充点。 L1 に置くことによって実現させる予定とされていたが、この衛星の打ち上げは2012年の時点では2017年の予定とされている。中国の宇宙計画にはいくつかの目標があり、中国の宇宙開発白書を要約すると長期的な計画として、ありがとうございます。